あれミスったな、雨の日か。それよ、違ってなく、どこに。うわ、くそ、今回中央公園なんだけど、やばいな、悪天気だな。招き道ってさ、どの季節でも楽しめるよね。お散歩するには最高だと思うな。わ、めっちゃいいな。俺ときめもの、アニメ見ようかな。よーし、もう一度。ここよ。あ、でもこれも好感度結構アップしてるな、うん、それより違ってなく、どこに行く。あれ、池の方になった、うん、あ、やっべ、あー、やばいな。あ、声がいる。それじゃあ、餌買ってくるよ。声さん、待って。やったー、ミスったな、どうしよう。今日は楽し、お、好感度は下がってない。よっしゃ、今日は文化祭だぜ。もちろん、さくらちゃん。よっしゃ、見に行こうぜ。茶道部行こうか。なんか茶道部好きそうだな。ねえ、お茶の飲み放題だって。やった、そうしよっか。苦い。あ、なに？苦いの嫌いなんか。賑やかな文化祭だったね。おお、まあ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 、まあ、悪くないな。さあ、イベント来いよ。お待たせ。はい、俺も今来たところだよ。じゃあ行こうか。うわ、もうなんも、お前らマジでさ、イベントなんだって、中央公園でイベントがあるんだって、バカ野郎どもが。よし、戻ってきたぞ。まさかな。もうすごかったな。もうめっちゃすごかったな。もう電話して断られて断られて、 OK もらったと思ったら不良が来て、不良が来て大量にもう終わったーって感じだったもん。もう最悪やったな。どこに行く。あの2階、来たー。いいよ、来たぞ。これ見れるんじゃないか。招き道ってさ、あれおかしいな。どの季節でも楽しめるよね。あれ、せっかくここまで戻ってきたのに。すっごく楽しかった。またきっと誘ってね。きっとだよ。悪天気でないことって書いてるけど、あれかな、曇りでもダメなんかな。最悪だな。カエデコちゃん、あ、よし、来たぞ。お待たせ。どこに行く。お、来た、並木道、うん、いいよ。来たか、来たか、これとうとう来たか。並木道ってさ、あー、でも風景が変わってて、あれ、これミスてるんじゃないか、攻略サイトが。マジか、マジで。ちょ、待って。お、来たー。あ、佐藤さん、頑張るから見ててくれよ。頑張ってね、ここで応援してるから。いや、しかしね、あの10月から11月の楓が埋もれるっていうイベントがね、どうしてもできなかったな。くっそー、もうこればっかりはしょうがないな。しゃあね、もう何回もやったから無理。はい、主人公めっちゃ強いからね。何、主人公強いはずなのに。うわ、くそ、いいとこ見せられんやった。今に見てろ。くそ、結構強くなった気がするんだけどな。あ、さくらさん、せっかく応援してくれたのにごめん。残念だったね。うん、そうだね。あの、これ、手袋。ん？なんこれ？手袋？これ、佐藤さんの手編み？うん、編み目。全然そんなことないよ。それにほら、ぴったりだ。なに？両方、
右手用みたいだ。本当だ。そうだ、いいこと思いついた。この一つは佐藤さんが使ってお揃いにするっていうのはどうかな。次に左手を2つつければバッチリ。うん、私今日は楽しかったよ。おお、すげえ、こんなあったんや。え、マジでこんなあったか。楽しみにしてるから。あ、これか。プレゼント1のやつやん。やった。一緒に帰りましょう。やった。やった、嬉しい。よーし、来たー。戻ってきた。実は録画を途中で切ってしまって録画できてなかったんですよね。それより危なかったぜ。この間の手袋、もうその手袋からもう経歴、時間だけで言ったら2、3ヶ月経ってるけどな。まあ、実際は次の週のデートなんだけどな。いやー、ここめっちゃ良かった。録画ボタン押してなかったけど。今日はどこに？ファンシーショップで、これが終わったらもうある程度のイベントがないって感じやな。だよね。よっしゃ、まあ、この辺も全部やったような気がする。もうどこまで切れたか、あ、どこまで録画切れたかよくわかんないというね。で、次バレンタインデー、多分ね好感度かなりいいから、まあ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 いい感じでしょう。光が来てからの匠やろ。匠が終わって、で、あいつ走ってやっていくはなる。ほんと順だな。でからの、うえー、おお、ときめいてるじゃん。いや、佐藤さん、さくらさん、これ、ん？これってもしかして？そう、もしかしてです。あ、ちょっと待ってよ。行っちゃったよ。おい、かわいいな。イエーイ。で、そろそろね、デートが多分いろんなとこ行けるから、といろんなデート行ってみようかなと思っております。サーカスちょっと行ったことないから、サーカスちょっと行ってみようかな。はい、とずいぶん早いんだね。待たしちゃったかな。よっしゃ。違う。で、今回はね、サーカスに来てます。このサーカスのいつだって日本中を回ってるんでしょ。そうなの。何がすごいんだと。サーカス初めてだな、来るの。いつも無視しても。うわー、あんなに高いとこで空中ブラン。いい加減首が痛いよ。最悪やな。とても人間技とは思えないよな。落ちてもネットがあるから安心だね。あー、真ん中か下だな。はい、そうだね。でも見てると気持ちよさそうじゃない。私もやってみたいな。怪我するぞ。おい、今日はすっ、おい、初めてのサーカス。よーし、ホワイトデイ。よーし、ホワイトデイ。さくらさん、さくらさん、チョコありがとう。これお返し。いいの？もちろん。なんだか悪いな。でも嬉しい、ありがとう。喜んでるみたいだな。うん、いやー、いいね。うん、実にいい。お、国語の教科書貸してくれる？おい、これやったかどうかわかんねえな。録画ミスった時かな。そうなの。どうしちゃったんだ。まさか、ただの気持ちの問題だよ。意外とね、さくらちゃんのね、長いんだよ。もうね、3時間ぐらい経ってるかな。うん、なかなかね、厳しい。お、今度こそ勝つぞ。あ、さくらさんから見てるから頑張って、頑張ろう。頑張って頑張るぞ。頑張って頑張るぞ。頑張って頑張ろう。
これどこまで失敗してるか分かんねえんだよな。もう2ヶ月ぐらいね、録画ミスしてるからね、ちょっと本当に分かんねえんだよ。あとで見ないと。それすらも忘れちゃう。はい、じゃあ、頑張れ。あんまり練習してないけど。負けた。これで打っても負けだからな。うわ、ちょっと、あれだな、練習しよう、練習。勝ちたいな。さくらさん、せっかく応援してくれたのにごめんな。残念だったね。もっともっと練習だ。雨か。おい、ずいぶん早いんだね。まだしちゃったかな。うん、それより違ってなくて。じゃあ行こうか。そういえばこのカラオケボックスっていつも混んでるんだよね。やってるんだ。うん。何でもいいから早く決めてよ。佐藤さんのお箱18番聞かせてよ。じゃあ俺から行かせてもらいましょう。あ、どうしようかな。これは真ん中か下だな。なんかあれだよな。これ聞かせてて、いきなり私からだ。あー、下だったからな。下だったからか。まあカラオケ自体あんま得意じゃなさそうだしな。楽しかった。それじゃ、カラオケは行った数だけな、上手くなるからな。見ていて最高って感じ。うえー、大活躍。二人三脚で1位取りました。てへへ、出れちゃうな。よっしゃ。てかね、二人三脚ね、さくらちゃんってなると思ったわ。こっから転校しちゃうからさ、もうほとんど会えない状態になるからと思ったんだけどな。おかしいな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。